どうもこんにちは、筋トレ好き整体師藤村です。本日はですね、こういった内容をお話しさせていただこうかなと思います。はい、全くですね整体とは関係ないんですが、僕の趣味ですね。というのもですね、今日来たお客さん、昨日来たお客さんもそうだったんですが、よく質問されるんですが、先生って何がお休みの日されてますかとか、どういったことが好きなんですかっていうのがよく聞かれるので、今日は僕のこの趣味についてお話しさせていただこうかなと思います。でもう全く興味がない方はもうここで動画を切っていただいて大丈夫です。はい、では早速簡単に話していこうかなと思うんですが、まず僕の趣味はですね、最近よく動画を撮る前にやっているですね、まずこの筋トレですね。筋トレっていうのがもう大好きでしてね、やっぱり僕シックスパックっていう腹筋今割れてるんですが、やっぱ筋肉ずっと勉強してきたんで、こうバキバキに割れているようなこう解剖の絵とか好きなんですよ。で自分もそういう体になりたいなって、常にそれをキープしたいなと思っていて、筋トレっていうのをやってるんですが、ただちょっと僕の中でプライドがあってですね、ジムに行かないでいい体を作るっていうのが僕の中でプライドがあるんで、もう自重トレーニングっていう自分の体重ですね、自分の体重を使った筋トレっていうので今体を仕上げてます。はい、でこれもすごい好きです。で、そことちょっと近いところであるんですが、一昨年かな、去年かな、スパルタンレースっていうのが日本にこう向こう海外からこうやってきたんですけど、これがですねサスケっていう番組、皆さんご存知ですかね。なんか障害物みたいなのがあるところをクリアしていくんですが、それを走りながらそういう障害物をクリアしていくってい こうスパルタンレースですね。これも今チームでこう組んでですね楽しくやっております。で、あとその前からやってるのがですね、このランニングですね。でランニングっていうのが、僕大学生の頃やっぱ体重が今よりももうちょっと太くてぽよっとしてたんで、ちょっとダイエットしたいなっていうところでランニングを始めたんですが、ランニングしていくうちにですね、だんだんこのランニングの楽しさに気づいてしまってですね、今でも2日に1回か、でも先週はほとんど毎日ですかね、もうかなりの頻度で10キロ弱走るようにしています。はい。で、もうこのランニングも好きすぎてですね、僕、ランニングトレーナーの資格も持ってます。はい。なので、もし、ランニング指導してもらいたいなという方は、ぜひ行っていただければ指導できますので。はい。で、あとはですね、このちょっとアウトドアな、こう登山とか、で、今年実は富士山を登ろうっていうのを、友達に言われてですね、富士山登ってきます。で、あとバーベキューですね。バーベキューもですね、実は、去年かな、去年ですね、世界のバーベキュー王っていう、福島さんという方がいらっしゃるんですが、その方とお知り合いになって、ね、知り合わせていただいて、本当にすごい方で、もうそこからですね、バーベキューめちゃくちゃ楽しいなっていうのを、もともと好きだったんですけど、その方と出会ってから本当にこのバーベキューは楽しいなっていうのを気づいてですね、去年は冬のバーベキューっていうのもやったんですが、これも寒いながらもすごい楽しかったです。はい、であと映画鑑賞ですね。これはですね、もう高校生の頃から僕映画見るのが大好きで、特にですね、ジャンルとしてはヒューマン系、ちょっと人間っぽい感じ の映画だったりとか、あとはアクションですね。最近映画館こう 3D とか 4D とかってあるんですけど、もうかなりこう迫力があるんで、映画館でその何ですか、アクションですね、アクション映画を見るっていうのがもう本当にハマっております。で特におすすめはですね、アクションの中だと、ワイルドスピードとか、はい、あとアベンジャーズ系ですね、はい、マーベル系の映画は本当におすすめです。でヒューマン系だと僕はもうアイアムサムとかって皆さん知ってますかね、ああいう映画とかすごい好きですね。はい、であとはですね、こうライブに行く、これもですね去年ですね、プロのシンガーソングライターとかにこう知り合いができてですね、そういう方のライブを行ってですね、やっぱり生で聴くプロの歌すごいなと、本当にすごいなと思ってですね、今年 も、もう昨日ですね、エド・シーランっていうね、もう世界のスーパースター、はい、ミュージシャンの方のライブ行ってきたんですけど、そのゲストでワンオクが出ててですね、これまたすごかったんですけど、こういうライブに行くっていうのも今すごいハマってますね。はい、であとですね、これはもう鉄板ですね、僕もともと
お酒がすごい好きっていうわけではないんですけど、なんかこうちょっと酔った感じで人と話すのがすごい好きなんですね。で、まあ人と話すのがすごい好きなんですけど、なのでこの飲み会の席とかってこう飲んでる時って結構本音が出たりするじゃないですか。そういう本音で話すような飲み会とかっていうのはすごい好きですし、あとバカ騒ぎできる飲み会っていうのがやっぱ好きですね。はい。あとはですね、これも中学校の頃から好きなんですけど、格闘技ですね。格闘技、やってる方じゃなくて見る方ですね。でもその選手を研究したりとか格闘技の技を研究するのがすごい好きで、特にですね、もう今やってるのかな、エミリア・エンコ・ヒョードルっていうね、まあ、格闘技界最強って言われたんじゃないかっていうぐらいの選手の時期に一番ハマってですね、いや本当にかっこよかったですね。で、格闘技は今年も実はですね、テレビは見たことあったんですけど、生で見たことなかったんで、今日今年は格闘技は生で見に行こうっていう目標があります。はい、今もうざっくりですね、僕のシーンをバーッとお話しさせていただいたんですが、もう一つ忘れてました。これもありました。はい。旅行ですね。旅行はめちゃくちゃ好きです。なんでこれ忘れてたんだろう。で、海外旅行が特に好きで、ハワイですね。ハワイはもう本当になんかハワイ州というか、行くだけでもうなんか、気持ちが現れますし、すごい元気になるような国なんで、ハワイ特に好きなんですけど、あとはですね、フィンランドに、大学の卒業の時にですね、男2人で行ってきたんですけど、オーロラ見に行ったんですけど、これまた良かったですね。で、結構僕自然のものを見るのがすごい好きなので、なんかこうヨーロッパの建物とかもいいんですけど、どちらかというとこう星だったりとかオーロラとか木とかそういう自然を見るのが好きなので、まあそういう海外旅行とかですね、あ、海もそうですね、ハワイの、はい、もうハマっています。 あともう一つ忘れてました、すいません。これですね、食べることがすごい好きなので、ホテルビュッフェですね。ホテルビュッフェがすごい好きですね。特にいろんないいホテルのビュッフェ食べるの好きなんですが、どこだったかな、スカイっていうところのレストラン、食べてるところ自体そのものがこう回るんですよ、席が回るみたいな。ちょっとイメージできないかなと思うんで、ちょっと調べていただけると、ホテルビュッフェスカイとかって調べると出てくるんで、ここ本当に今までの僕の中で一番おすすめのところですね。で、結構池袋の、何ポリタンでしたっけ、はい、メトロポリタンだは、コストパフォーマンスが本当にいいなとか思ったりしますし、はい、っていう形でホテルビュッフェとかも結構好きですね。まあ、こう見るとなんかいろいろこう趣味があるんですが、まあ、もし一緒にこういう趣味を共有したい方はぜひ声かけていただければ、一緒にできればいいかなと思います。それでは本日も動画をご覧いただきありがとうございました。